お疲れ様です。今日最後こちら、コカちゃんやってきます。さあ今日はね、枯渇なのは枯渇なんですが、ちょっと変わったね、施設も呪文も入ってない、攻めに特化した、はい、枯渇をやっていこうかなと思います。でタワーがね、なんとダガーガールでさえ、まあ、なんかダガーそんな強くないはずなんですけど、意外と使われてます。はい、なんか結構いるイメージあります。はい、でまあなんかこのデッキはもう1倍タイムに正直タワーは1本か2本取るぐらいの覚悟を持っていきます。はい、だからもうなんだろうね、バレルウォールブレイカー、まあ、橋前プリン、本当にもう攻めまくって、まあ、序盤はダガーで軽く回収してみたいな、でもなんか攻めしか考えられてないです。バルキリーウォールブレイカーとかして攻めて削ってダガーで軽く回収してみたいな、もう本当にアホ攻めます。これも軽く多分ダガーなんで回収できるかなみたいな。だこのゴブリンに言うの早く飛んできてくれたら、この残りがのダガーで回収できます。あー、いやこれ入んのかな、いや入んなそう。いいね。でも1倍タイムの間に攻めまくります。正直1倍でタワー2本落としたい、1本じゃ足んないそんぐらいです。で進化バレルにはまあ、片方ファイスピと、もう片方は何だろうね、まあ、バルキリーとかで竹取っていくと、これ相手視点きついんじゃないって話ですよね。これファイスピまで添えてあげます。これ強いかんな普通に考えて強すぎるかんなこの攻め。さて適当に回収して、いやこれやばいんだよな、1倍の攻めまくりプランで左のゴーストは許容するか。あーまあバルキリーでいいや、なんかあんま使いたくなかった気もしたんですけど、で残ってんでオールブレイカーもつけてあげて、相手視点はさあ苦しいよねと。いやマジでねめっちゃ強いですこのデッキ、1倍がね相手絶望なんですよね。でもアホ攻めます、こいつうざすぎるやろっつって攻めのことしか考えてないやんっていう、でもそういうデッキなんで、はい、攻め以外何も考えてないです。もう始まりから一生ぶん投げまくるだけっていう、やべえな、やってることいかれてはいるんですけど、まあそのダガーガールのちょっと良さを生かしたね、進化バレルの強みを最大限まで出したデッキです。はい、これやべ溶けんのか、いやバルキリー強やばい、十何秒とかだと俺耐えれねえな、マジやばい、耐えれんのかこれやばい、よっ待ってやばい、やばい、おぶねちゃっダイアメントゴブリングさ強すぎて防衛ぐっちゃぐちゃだったけど、いや勝ったからいいのよ。まあみたいなデッキでさえ、いや正直後半むずいんだよな。進化バルキリーで頑張る、プリンセスとフキアを配置してみたいな、まあ、でも1倍で本当に攻めまくるのが大事です。いやめっちゃおもろいっすよこれ本当にマジでチンパンだかんな。さあプリンセスいってらっしゃい、まあ、ウォールブレイカーも単品でいってもいいんですけど、なんかバルキリーの後ろにつけると結構強いイメージあります、こういうのね。ボンバーね、バルキリーも走るとね強いかんな。あーこういうのなんか嬉しくないっすよね、全然もう全然嬉しくないわ、うん嬉しくないっていうかもうまずすぎ、何これアホチンパ、相手も相手の方がなんならいやーメガラムね、一発ゴーストボンバーはダメでしょうお兄さん。
っていう話ではあるが、正直まだ諦めるには早すぎる。全然あるよ。1700ね。いやこれ熱くね。進化ボンバーまずすぎるけどな。いやちょっと早かったか。やべ、左が本命だったのに本命の方をおろそかにしてしまった。いやマジで、うわうまいねそれ。相手完封無理じゃね。いやあるよ正直。頑張ってるやつもいます必死にトルネードして頑張ってるやつもいます。いや間に合わんの最悪すぎる。かわいそう。いや守れんかな俺。ラムライダーさ止まんないんだよ。止めない。いやお願い。おい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 よし、守り弱すぎるけど攻めはね強いんですよ。いやよく勝ったな。いやだからまあ1本折られることはよくあるかもしんないっすね。正直序盤でも1本取ってもう片方半回かほぼミリにまで追い込んで、まあ最後1本折られるけど 2-1 で勝つみたいな理想かな。このデッキめっちゃいいけどな一生端間に出せばいいから楽しいんだよな。猫穴ね、吹き矢でちょっかいかけて、あちゃくいロイホグの匂いが。ワンチャンバリキリちょっと入る。よし、テスラ着衣か。まあ、ロイホグもあるし、正直何でもあるんですけど、まあ、一旦飛ばしてね。トルネはないっしょ。はい、ゆっとね。あー、えら。そのケア。てか、ナイトやん。ディガポイか？いやードリルか。どうだろうな。ちょっとうざそう。ウッド使ってほしいんだよな。で一倍の間は苦しいよね。よし、いやーこれまずいか。どうだろうな。進化バレルぶっ刺せればみたいな。進化ドリル抑えれるかな。まあ着衣には吹き矢強いかな。逆サイがね。全然進化しないドリル来たんだけど、俺今進化すると思ってたのに。あれ強すぎん？いやーこれね、1枚で決着つけれなかった時はね良くないんですよねあんなに引き込まれてこっからどうやって削んねんってなるんですけど、
進化バレルワンチャンあります。いや、あとバルキリーゴブリンいるからね、進化ドリルもそんな怖くはない。いや、シマエプリンケアね、ラスすぎるんだよな。ドリルの位置見てなかった。いや、マジであるぞ。相手してむずいくない？これ普通に。よし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 、進化バレルゲー生きてるわ。プリンしばいて、もう回転で攻めまくって、サイクルが追いついてない、もしかして早すぎてってこと。今これだってテスラっしょ。もう一発いっちゃおう。ふふふ、早すぎてウッドが追いついてない。でかい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 、うざそうな延命だけして、負け筋マジこの圧着にね。いや、いいよ、いっぱいいるね。これむずいし、相手実はこのタイミングで攻めちゃうんですよね。で、左が本命だったりします。やばすぎる。ちょっとやばすぎる。この一気さていうか進化バレルが、ちょっと、あるぞウルトラ。ここまで来たら 30% だっけ。3回に1回です。いや、これ来るだな、この流れ絶対。いきます、せーの。もうふざけんな。いや、だスーパーレア、いや、でかっ。正直エリートワイルドカードうますぎるな。うわ、神だな。こんだけバカおもろくね。だってこんな高回転ポイウッドにさ、なんなら圧勝できとるよ。超強い。強いし、おもろいし。まあ、防衛が大変な気もするんですけどね。まあ、それは1倍タイムでどんだけちょっかいかけれるかみたいなとこあるんで、はい。もう。なんか。え？何こいつみたいな。足前からユニット出してるだけじゃんぐらいの感覚でいいっす。はい。それが強いんだね。で、ダガーで回収できるっていう。これいいな。普通のタワーだったらね、もうちょっとコスト割かないといけない。うん、ギリギリや。で、こういうのもつけて、で、マジで、ドチンパン攻め。いや、でもこれが強えぞ、おい。やめ回ってないもんな。まあ、ちょっとまずいか。どうなんだろう。陸系多いんですけどね。なんか、ウィザードとか、マザネクとかが、ボイドか。許容しないといけないですね、俺は。生きるためには。そう。バルキリーからのゴブリンで。え？ヤナーメボイトなんや。え、でもいい。いい受けすぎる、これや。ここさ、右ウォールブレイカーの。で、左、ちょっと先に左にファイスピ出すとね、やばい、左本命かみたいな。でも実は右がウォールブレイカーもいっちゃって。次このダメージいかつすぎ。まあ、最悪折れないパターンもあるんですけどね。で、進化工場もあったりします。進化バルキリーかで止まります。え、このデッキバカ強くない？もしかしてだけど。で、バレルまで行っちゃってね、ヤナメ使いなっつって。えマジめっちゃ強いぞ、始まりからコストねえけど行くよな。ゴブリンちょっと入るのもできるし。え？マジ強くね？あと650よ。削れるかな？削んなきゃいけないんですよね。なんならもう2本取りいきます。やばい。よし。まあ、1本折れたんで、
際これこの左折られてもいいですね、正直。適当に時間稼いで耐えれんのかな。なんかぶっ飛びすぎじゃない。いやーでここでねもう捨てます。守れないことに気づきました。おざけんなよおい。なんかヘナチョコヘナチョコあったぞ今。いやーでもねさあバレルンやなめ使うとオールブレイカーも刺さります。いやデコイバレルが弱すぎはしたか。マサオくん、この活デッキ神じゃない？おもろすぎるんだけど。あーでブラスターとかちょっと嫌だね。そのファイスピーがねワンパンとかされちゃうんで。あでも進化バレルは強いな。あギャングも強いな。はい、 いや全然ブラスターにはいいか。ダガーの方が嫌かもな。で、はい、まあスピリットあんま意味ないんですけどね。うわー近畿かー。でオールブレイカーも意味ねえのか。あーまあ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 って感じっすね。逆にゴブリンとかはちょっと強かったりするか。さあバルキリー取るねえね。いやキング起動嫌すぎはするけど。許容か。まあトルネもあるんでその後のオールブレイカーが入ればいいな。いやーまず取るねー。ボンバースケドラか。終わったっすね。ダクネもいます。いやーバルキリー行けばこっち向いたりしねえかな。いややっぱねブラスターとかだがこの無視をできるからさこんな感じで結構強いよなやっぱ。うん、ここ最近というかなんかプリンセスタワー一強になるかと思いきやね全然そんなこともない。カラフル攻め。あいやおもろいだけなんだよなマジ。全然強くはないっていう悲しい。相手タルとかねえんだよな。えでも相手もバルキリーなんやな。そういえば終わったワンチャン。うわー惜しい。削れねえよなあとちょっと。これ間に合えば。あーまあ1倍でやっぱね削れきれなきゃ。また近畿か。あー近畿されたのも痛かったかな。まあ防衛兵なチョコなんでねちゃんともっと削れなきゃ苦しいか。初手ゲー強えんだけどな。近畿さっきみたいにされちゃうと苦しいよな。まあでもやっちゃう。初手6コス。いやー違ったかな。え優秀すぎん。だがでもこれいいところがウッド多分回んないんですよ。回転が速くてこれでかくね。まあ、今はウッドがあるんで8枚プリンとかにしたいか。さあドリルね。まあ負け筋進化ボンとかかな。これ反応しないよな多分。
よし、ウッド使ったぞ。まあファイスピがあるんであれなんですけど、いや防衛うめえかよ。うますぎんだろ今。いや6コスでいきたい正直。かぶったか知らない。止まれ。いやー綺麗に防衛されちゃったな。うん、一応進化ドリルっぽい色がしきてんな。あ、裏から飛ばしてくるパターンもあんの。まずいね正直。いやスケファイスピボンバー頭悪いな。強すぎんだけど。ごはみ出んのか。頭悪い。いや左がデコイなのバレてんな。待って、うますぎるその前手。あ、姉妹プリンもケアできんの天才か。やべ待って、いやでも正直まだあるんだよな可能性が。まだあるかな。まず一旦進化を回した方がいいね。いやーそれ全部当たっちゃうんだ。あるんじゃないこれ。マジでありそうで、ありそうでなさそう。やばい。やばい、アホ。アホ。魔法すぎる、ドリル。そんなスタンプ使うんじゃねえよ。すげえファイスピボンバーとかだったもんな。いやマジで惜しかったな今の。高回転ポイウッドであれなんでね、全然勝ち筋はありそうだったけどな。惜しいな。ブラスターや雪玉。ジャイスキラかな。多分。いやもう1倍でね、アホ攻めたい。
ゴーファイスピが弱すぎるわ。持ってね。いや、雪かな。まあ、ボーラーとかいるかどうかもちょっと気になりはするよね。もうね、頭は知らん。もう、攻めでいいんです。で、この吹き矢がね、ブラスターワンパンされちゃうんでね、しっかり延命してあげて。いやー、結構入るよこれ。進化バルキリーからのプリンとかで頑張れねえかな。いやー、きつそうこれ。いや、めっちゃ入る。え？アホ入るくれ、ダメージ。ブラスターならもうちょっと熱いか。いやー、こんできそう。その想像以上に強いっていう。実は。ジャイも止まります。これやべえよな。でバレルもあります。辛そう相手これ。やられなかった。これやべえな。なんかそのやりたいようにできちゃうな。いや強えわね、本当に。あのスケファイスピボンバーポイユットみたいな、なんか見た目超きつそう。引いてもまあなんとか頑張れるクラスですね。さあよろしくねのぽい。今んとこトルネが一番きつかったか。大砲なんだろう。トネサイトな。ボーリー。ボーリーはやだね。エレジャイか。エレジャイこのデッキ。あ、でも進化バルキリーになったら守れそう。でも全然止まんなそう。一枚で決着つけたいな、正直。いやー、トルネと大砲か。ボーラーもいたんでね。この吹きは弱いか。持ってね。普通にバルキリーゴブリン強そう。ウォールブレイカーだと大砲だけで止まっちゃうんで。近畿だけマジやめてほしい。いや、これ7コスぶっぱ攻めで、え、俺の攻めたいタイミングで来んの。でもこれさ、見て、最強リオル。進化割り、お、待って、働けよお前。いや全然殴ってる。うわ、えらそれ。実は左が見たらない。
でかっわー、エレジャーにも勝てますよと。一応進化バルキリーなんでね、ちょっと守りもちょっとだけありますね。さあよろしく。ファイスピアなんかゴブリンバレルと一緒に飛ばしたいな。ザップね、ゴブリンにしようかな。なんか端前ゴブリンもね、なんか無視すると地味板なんでね。さあ、やらめがあるかどうか。いやー、でけえ、このファイスピからのダガーなんでね、許容もできちゃいます。やべやべー、ファイボ飛んでいたな。ファイザップか。これ相手さ結構終わるっすよ、右も左も今のバルーンは。いや右やば、ウォールブレーカーまで行っちゃってね。いやこれ神マッチングじゃない。別に相手にバルーンがあろうが、そのまあ、止まんないかもしれないんですけど、俺の攻めの方が多分で止まんないんで、その最終21のもう完成されてる。これやばいな、裸にできるよマジで。まあこのバレルも無視されるんだよね、どうせ。ほどほどにして、まあそのキングだけおられない程度にしようか。これさ、意外と進化バレルをキングに飛ばす時があるらしいぞ。おい、あんま入ってねえのか。いやーこの回収もでけえな。いやでもむずいねこの状況、正直。いやなんか強いやつ女進化バルキリーめっちゃ強くない今の、気づいたら。おい、さあゴブリンが育ってキングに飛ばす時あるんやな、進化バレル。おもろすぎだろ。さあというわけで、コカツちゃんですね。まあほんと攻めとっかのコカツですね。このなんかだいぶおもろかったな、個人的にはものすごく、はい、好きなデッキなので、皆さんもねぜひちょっと触ってみてください。チャンネル登録もお願いします。押したまたに、ね。